どうも、はい、お疲れ様です。ひたらでございます。どうも、お疲れ様でございます。今日も、そしたら、なんか、質問箱見えるうちにだいぶ溜まってたな、みたいな感じだったので。はい、というわけで、早速、ラジオの方ね、やっていこうかなと思います。どうも、ひたらでございます。普段は、いろんなゲーム配信しておりますので、ぜひね、初見さんは、チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。あと、ショート動画も結構伸び、非常にいいです。ぜひ見ていってね。それでは、早速、質問の方でですね、お答えしていきましょう。最初の質問ですね。最初の質問、過去に習い事をしたことはっていうことなんですけれども、はい、ありがとうございます。昔、小学生ぐらい、小学校卒業するまでぐらいはなんですけど、まず、保育園生の頃から水泳やってまして、で、その次に、英会話を始めて、で、小3ぐらいだっけかなぐらいから、リトル野球をやってました。はい。水泳の方は、本当にもう、結構やらされましたね。だから、水泳今、平泳ぎが一番得意なんですけど、まあまあ、泳げますね。で、英会話に至ってはなんですけど、俺、AK いくつまで持ってたっけかな、記憶正しければ4級まで持ってたかな、俺。5年だが4年の時に英検5級取って、で、中1の時に4級取ったのかな、確か。なんかそんな記憶があります。今もう全く喋れないんだけど。なんかはい、確かそれくらいは取ったかなーって気しますね。で、リトル野球の方は、なんか友達に誘われて、小学校の時のね、誘われまして、で、まあ、やってたって感じなんですけど、まあ、結構、まあ、当時、小学生の頃は、なんか、ずば抜けて身長高かったりとかしたんで、まあ、球飛ぶには、当たるときは飛んだんですけど、なかなか当たらないって、パワープロで言うところの、ミーとイーのパワーエーみたいな感じで。当てんのがなかなかみたいな感じだったんですけど。はい。まあ、そんな感じで、昔、野球、水泳、英会話とやっておりました。ご質問ありがとうございました。また待ちしております。さあ、次の質問行ってみましょう。はい、続いての質問です。初めて質問します。ありがとうございます。ライブ配信から来たのですが、いつかお話ししながらゲームしたいなと思いました。可能でしょうかと、いう質問なんですけどね。ありがとうございます。そうなんですよ。まあ、結構ご要望はあるんですけど、実は、ライブ配信しながら、ボイチャを開く予定はございません。すいません。なんか、まあ、僕のやってるゲームは基本的にはまあ、ボイチャなくても、多少連携も取れて、まあ、楽しく遊べるよねっていうようなゲームが大体なんで、そうですね、なんか話しながらゲームやるっていうのはないかなと思います。で、しばらく、なんかない、しばらくっていうか、これからもないかなって思うので、なんで、ちょっと申し訳ないです。まあね、また、遊べるときはぜひ、ライブ配信遊びに来てください。お待ちしております。ご質問ありがとうございました。さあ、次の質問。はい、次の質問です。初めてやった FPS しかり長時間ハマったゲームはありますかという質問なんですが、ありがとうございます。そうですね、FPS だったら、まあ一番ハマってたのが、まあ前も言ったと思うんですけど、昔のね、モダン2を結構遊びまして、あと長時間ハマったゲーム、そうだな、まあ、できればなんかちょっと FPS 以外で答えたいよね。FPS 以外だとなんだろうな。新ガンダム無双が結構遊んだのかな。結構遊びましたね。オンラインとか遊んでないんですけど。オフラインで難易度マックスにして結構遊んでましたね。マスターガンダム使って。めっちゃ遊んでました。あとなんかある、あとキングダムハーツかな？多分、キングダムハーツはまあまあ遊んだかな。やっぱ面白いですよね。キングダムハーツ。3もちゃんと遊んだんですけれど、なんか4出るんじゃねえかみたいな流れだったので、おぉ、ぜひ出てくれとかって感じですよね。はい。まあ、そんな感じで、ね、他にハマった、長時間ハマったゲームといえば、まあ、FPS だったらモダン2だし、で、その他のジャンルだったら、まあ、新ガンダム無双とキングダムハーツかなーってな感じですね。ありがとうございました。質問またお待ちしております。はい、続いての質問です。まあ、次は質問というよりかは、一番におめでとうございます。ありがとうございます。次は 1.5 万人行きましょう。はい、頑張ります。今年中に行きます。あと、おすすめの映画で呪怨というのがあってっていうことなんですけど、ありがとうございます。僕、ホラー映画っていうか、ホラー系全体的に無理なんですよ。だから、お化け屋敷とか絶対入れなくて、
なんか前になんかそんなまた小学生の時の話になるんですけど、まあ今修学旅行ってあるじゃないですか。それでまあ富士急ことになったんですよね、その学年で。でなんか富士急で千日迷宮行こうかっていう話になって、やめろっつってもうバカ野郎っつって、お前らが戦慄迷宮行くんだったら俺は今からお前らのこの班を俺は抜けるっていうぐらいのもうなんか交渉して行くのやめたっていうのもあるんですけれど、本当にそれぐらいもうなんかホラー映画マジ無理で、ホラー映画っていうかホラーゲームマジ全体的に無理で、なんかバイオハザードみたいなさ、なんかゾンビとかうわーって出てくるんだけど、銃持って戦えるとか剣持って戦えるとか、なんか金属バットで幽霊ぶん殴れるみたいな話だったらなんとなくわかるんですよ。でもなんかこっちがなんか全く抵抗できない状態で相手が圧倒的ななんか存在で襲ってくるってなったら僕も絶対無理っすね。マジ抵抗する手段があればいいんですよ。抵抗する手段ないから僕嫌なんですよあとはね、なんかそのなんだろう、その視覚からうわーって言われるのがすごく苦手で、だなんかわってやられるのがすごい苦手なんですよ。だからそれやられたら俺マジお化け屋敷でやられたら俺多分その人殴る自信あるなっていうくらいに苦手です、まあ、まあまあまあというわけで、まあ 1.5 万には頑張ります。あとジオマチと勘弁してくださいさあ次の質問行きましょう。次の質問です。はい、ありがとうございます。素朴な疑問です。エーペックスレジェンズはやらないですかって質問なんですけれども、ありがとうございます。まあ結構前からまあエーペックスやんないのって言われるんですけれど、エーペックスマジでやんないです僕はもうタイタンフォールに魂売ってるんで、エーペックスはもうやらないっすね。あとは本当に冗談抜きでタイタンフォール待ちなんですよね。エーペックスのせいとは言わないですけど、運営会社がなんかエーペックスにタイタンフォール要素をぶち込むなんていうなんかふざけたことを言い出したんで、なんか、そういう態度を取るのであれば、僕はエーペックス集まずにタイタンフォールずっと待ちます、みたいな気持ちでいるので、なんでエーペックスは申し訳ないですけどやんないです。すいません。また質問お待ちしております。次の質問。はい、基本的に PS4 の時もやっておりますが、スイッチなどでやる予定はありますか？あればどういうゲームするか、なければ今後 PS4 で新しくやるゲーム教えてくださいってことですが、質問ありがとうございます。まあそうですね、まあ基本的にはまあプレステのゲームですね。まあ PC もほとんど遊んでないっていう感じですから、スイッチか。スイッチはね、なんかやっぱり調べてみたら、まあ、オンラインないんですけれど、フロントミッションっていうゲームがリメイクされてなんか発売されてるらしいんで、あ、これダウンロードし、オンライン加入してでもやりてえなっていうぐらいに好きなゲームなんで、ちょっとやろうかななんて個人的には思ってるんですけれど、まあただ配信とかでやるかって言われたら多分配信でやるようなゲームではないので、まあちょっと迷ってるって感じですね。なんでスイッチのオンラインゲームはまあ予定か、予定ちょっと考えてる程度だったらまあマリカを考えてはいるんですけれど、でもまあそこまでやりたいと思ってるわけでもないかな。今のところプレイステーション5が手に入っちゃってるんで、あんまりスイッチはないかもしれないですね。でプレイステーションで今後遊びたいゲームか、そうですね、まあちょっとやりたいなっていうゲームはありまして、なんだっけ、なんかなんとかプライマルってなんか大なんかねごめん、タイトル名をちょっと思い出せないですよ。2,3 ちょっと考えてるゲームはあって、で、その2,3の中から、さらに、1つに絞るか、はたまた、2つに絞るかってちょっと悩んでるゲームがあるんですけれど、まあ、それをちょっと考えてます。で、タイトルがごめん、マジでちょっと思い出せなくて、エグゾプライマルっていうゲームをちょっと考えております。これなんかすごい面白そうで、カプコンさんから出るゲームなんですけど、まあ、強化スーツ着て、まあ、なんか、大量発生してる、なんか、恐竜と戦うっていう、なかなか面白そうじゃないっていうゲームが、ちょっと、あって、これを、考えております。なんで、まあ、一番可能性高いのは、このエグゾプライ、だよね、エグゾプライマルですかね。もしかしたら、これが一番、遊ぶ可能性高いかな、なんて思います。はい、なんでね、みんな、待ちましょう。あと、アマコアも欲しいんだけど、アマコアは、まあ、前も言ったんですけど、あんまりオンラインで遊ぶ気はなくて、なんで、オンラインで遊ぶ気はないので、まあ、ソロで遊びてえなーとかって思ってるんで、まあ、配信も、あんまりやらないっていうか、遊ぶ
つもりもないかなーってな感じなんで、そうですね、まあエグゾプライマルをちょっとお待ちいただければなーなんて思います。はい、そしたらまあそんな感じです。まあまたなんかあこれ遊びてーかもっていうゲームあったらもしかしたら配信中かもしんないんで、ぜひね配信遊びに来てください。お待ちしております。ありがとうございました、質問ね。さあ次の質問行きましょう。はい、次の質問です。新しいゲームって質問箱で言ってくれ、言ったらやってくれますかという質問なんですけど、ありがとうございます。ぶっちゃけあんまり期待しないでですねまあもう個人的にはやっぱあ俺がなんかこれ遊びてえなーとかって思ったやつを基本的にはこう遊んでいるスタイルなので、なのでまあそうですね、まあ言ってもらってたら遊びますっていうのは約束はできないかな。だからね、まあ言ってもらえれば、あこういうゲームあるんだ、じゃあちょっと調べてみるわっていう風な感じで、調べるぐらいまでやるとは思うんですけど、実際遊ぶかって言われたら、まあちょっと遊ばないかもしんないかなーっていう感じですね。なんで、まあね、もしなんかあればちょっと言ってみてください。もしかしたら、遊ぶかもしれません。ありがとうございました。じゃあ、次の質問行きましょう。はい。次はこれ質問じゃねえんだよな。設楽さんが食卓に並ぶのに楽しみにしてますねとかって言ってるんですけれど。はい、次。ハッピーバレンタインチョコはいくつもらえたかなっていう質問なんですけれど。これもらえてれば、買いに行かなかったよね。はい、というわけで。というわけで、はい。質問の方ね、すべて答えさせていただきました。ありがとうございました。まあね、今これから、まあ、エグゾプライマルだったり、まあ、アマコアはもしかしたら配信はやんないし、でまあ、ローニン君も、まあ、ちょっと遊びたいかななんて思ったりもしてるんですけれども、まあ、これからまた遊んでるゲームも増えていくのかなとは個人的にも思いますし、で、まあ今遊んでるゲームをね、まあできれば続けていきたいななんて思いますから、配信するゲームは増えていく分にはね、すごくいいことなので、はい、まあお楽しみしていただければななんて思います。それでは、今回もね、長い時間皆さんありがとうございました。ぜひ、配信遊びに来てくださったり、ショート動画とか、ぜひ見てってください。お待ちしております。それでは、またね、配信とかショート動画とかこのラジオ動画とかでお会いいたしましょう。バイバーイ。